皆さん、こんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは山形県の県庁所在地、山形駅前に来ておりまして、ちょうどお昼の時間になりましたので、お昼ご飯を食べようと思っているんですけれども、実は山形ってラーメンが非常に有名なんですよ。山形ラーメンということで、駅前の近くのこのお店にやってきたんですけれども、なぜか結構最近だと話題になっているみたいです。なんかショーみたいなのでも1位を取ったりとかしてたみたいですよ。非常に美味しかったです。ということで、山形駅前にはですね、実は、こんな展望台、無料の展望台がありましてですね、ここから山形の、駅周りなどを眺めようと思いましてやってきたんですけれども、あちらの、真四角のところ、あそこはですね、山形城になっておりまして、山形城があったところですね。そして、ちょうど向いている方面はですね、新庄方面ですね。山形新幹線の終点の駅の方面でございますけれども、結構山形駅前の周りもですね、ビルとかが立ち並んでいて、結構いい景色ですよね。それでいて、雪がね、積もっておりますから、またそれもね、いい景色だなと思います。ということで、新庄方面からですね、山形新幹線の E3 系がやってまいりました。実はですね、新庄から山形の間っていうのは、電車ほとんど来ないんですよね。本数が少ないんです。山形新幹線も山形止まりとかだったり、普通列車なんかも山形止まりになっちゃうので、あんまり新庄方面に進んでいく列車は少ないので、そっちからやってくる新幹線がこうやって上から見られたのは、結構ラッキーなことなんじゃないかなと思います。そして E3 系もですね、いつ引退するかわかんないですけども、まあそれなりに古くなってまいりまして、E8 系がね、次のダイヤ改正でデビューするということでございまして、E3 系の置き換えという形になると思いますから、そのうち引退するんじゃないかなと思います。E2 系、E3 系と同時になんか引退してしまいそうな、そんな予感がしてなりません。ですので、取れるうちに取っておきましょうといった感じです。そしてこちらが山形駅ですね。いや、結構立派なものでございます。実はですね、この山形駅の県庁所在地、降りたのは初めてなんです。山形県の、他の駅、高畑とか、余留とか、そういったところはね、降りたことあったんですけども、実はこの山形駅中心地には来たことがなかったので、今回初めて、降り立って、今散策しているといった感じでございます。結構山もすごいですよね。あの辺に雲が、固まっているあたり、多分あの辺の山頂付近は雪が降り続いてるんじゃないかなと思います。山形の、平地の部分はですね、今日はかなりいい天気で、とてもね、過ごしやすい気温でございました。山形がだからもうちょっと寒いのかなと思っていたんですけれども、思ったより寒くなくてね、逆に過ごしやすくて、旅日和って感じでしたね。そしてさっきの、E3 系の、翼号が東京駅方面に向けて出発していきました。東京行きです。こっから東京まで乗り換えなしであれ乗っていけばね、埼玉県も東京も、一発で行けてしまうわけですから、なかなかに便利なものでございます。山形新幹線です。ちゃんとフルで乗ったことはないんですけどね。この区間はね、一応山形新幹線が走ってるんですけれども、福島まではですね、在来線の、線路と同じところを通っていきますので、まあ、この辺の人たちは特急代わりというか、まあ特急ですよね、新幹線ではなく特急感覚として多分普通に使ってる人がいるんじゃないかなと思います。普通に大本線ではね、あの特急列車は走ってないので、この新幹線が実質特急みたいなものです。向こうには、山形の車両基地ですね。新幹線の車両基地も見ることができました。ということで降りてきまして、さっき見えてた、山形城の方にやってまいりました。今回はこの辺をメインに観光していこうと思います。冬の時期は入れないんだ。丸の中はそうだね。じゃあここが本丸なんだけど、本丸の跡地ね、山形のお城があったところ。4月から10月までって、石垣の崩落跡だけど、崩落発掘調査で、石垣前の石垣石像を探索する。
石積みなのかなという感じはします。この辺も結構立派な石垣ですよね。結構しっかりとがっつりとした、確かに江戸時代のものなんだろうなというものがよくわかります。なかなか崩落した石垣っていうのを見ることがないですよね。石垣したらね、石垣ってのは綺麗だな、懐かしいな見るもんですけど、あれがその崩落した、石垣、もともと多分櫓がこの辺にあって、その櫓の、石垣だったんだと思います。その櫓が崩壊して崩れたものなんじゃないかなという感じでしょうね、多分ね、あの説明書きによると。多分ここは山形藩がやられていたんだかな。最上家、最上家とか最上の一族がだと思うんですよね、聞いた話だと。多分そういう歴史的な話になるんじゃないかなと思いますが、ここがその本丸までの道のりの多分橋なんですけれども、これはどうなんだろう、当時のままなのか再復元したのかよくわかんないけど、まあ多分こんな感じだったんでしょうなっていう木造の橋。本来だったら入れたんですよね。本来っていうか今時期じゃないから4月中旬から10月下旬中旬ぐらいまでだったら、あそこから多分あそこの門が開いてて本丸の中に入ることはできたと思うんですけども、今はこの橋を眺めるぐらいしかできない。で門が閉まってるのもそれでかっこいいですからね、あの門本丸一文字門という門らしいです。大手橋がまさにここで、あ、この中にね、まだあるんだね。なるほど、そういった見方になるのかな。あ、これもまた立派な建物でございますよ。これも門ですね。すごいね、立派な門でございます。それだけやはり規模が大きかったんでしょうか。ここに社長庫もあります。割と山形藩士も結構規模の大きいところだったということがよくわかります。立派なものを作れるわけですから、ほら石垣の中に立派なものが、もうこれもまた立派じゃない。鉄道ファンなら結構大喜びしそうなところに出るんですよ。この橋を渡って、今お堀を渡ってこの門でしょ。タイミングよく来ないかな。ほら線路なんですよここ。山形駅を出て仙山線と大本線が通る北山形新城横手方面の線路ですね。ほらこのようにして見ることができます。怖いスポットじゃない、新幹線も通るからね。ちなみに電圧は2万ボルトです。あの普通の在来線だとね1500ボルトなんですが、まあ新幹線が通るということでその分の力は2万ボルト。最近ねほら大宮上野間で電線がどうのこうのつって新幹線全部止まりましたでしょ。あれでほら作業員の方が
電気食らって倒れてしまったっていうニュースあったんですけども、あれで確か25,000V とかだったかな。ということで新幹線のあの電圧はね、普通に20,000V ぐらいあります。在来線の 1500V も結構高い、危ないんですけど、あと自撮り棒とかよく行けないっていうのは、その電圧がねかなり高いから、あの電気通しちゃうっていうことで自撮り棒とかも禁止されてるわけなんですけれども、ただね、あの一つあのものすごく電圧の低い鉄道路線もありまして、それが銚子電鉄が 600V しかないっていうことで、だから30キロから40キロぐらいしか速度が出せないっていう、まああそこはお金がないですからね、その分あの電圧が上げられないっていうことで 600V で運行してるみたいです。あ、ここも面白いのがあれだ、標準機とあの狭軌の線路の幅が違うのがよく見て取れますね。右側があの山形新幹線が通るあの標準機の大きさの線路で、左側が一般在来線の狭軌の線路幅になってます。だから普通のその JR のあの在来線の線路幅が左で、新幹線の線路幅が右側になって大きさが違うんですね。あの近鉄の確か線路幅も新幹線と同じこの標準機って呼ばれている大きい線路になってるみたいでございます。残念ながら電車は来ません。時刻表を調べたらですね、何も来ません。あの、ね、山形から先新庄方面に向かう、まさにこっち側の道はね、ほとんど通んないんですよね。だいたい山形止まりの列車も多いですから、もう本当に本数も少なくて全然ね来ないんですよ。せっかくいいビュースポットなのにもかかわらず、あの列車がほとんど来る機会がありませんので、狙ってこないと偶然取れたなんてことはほとんどないので、まあ、ちょうど今の時間もね何にもいませんので、来ることはございませんので、まあ、諦めたら終わりませんが、まあ、そのね、あと列車に乗って仙山線に乗ってね、仙台方面に向かわなくてはいけませんので、あのこのまま待ってるわけにもいかず、とりあえずここで離脱付けて待って駅に向かおうと思います。いや残念、撮りたかったな。歩いてたら見覚えのあるものを見つけました。これ速度制限のやつですよね。70キロとか違うかな違うかな。パッと見それに見えたけど、そうじゃん、いやな、似てるなと思って、違うのかな、わかんないけど、鉄オタがだから多分そういう風に見えるだけなのかな、わかんない。なんか無造作にここにあったから、いや鉄道の敷地、 JR 敷地なのかな、これよくわかんないけど、でもほら、あれってさ、ほらあれは制限解除っていうか、制限なしのやつだよね。そう、特にあれなんて言ってるかわかんないけど、あれだよ、もう今になってど忘れちゃうんですけど、それだよね、絶対。こんな無造作に置いてあるもの初めて。あ、やっぱり JR のほらトラックがある、あの保線かなんかで使うやつだ。あ、やっぱ JR の持ち物なんだ、ここだからだ。いや、あれはやっぱりあの速度制限のやつだ。合ってますってこと。あんな無造作に置いてあるもんなんですね。ってことでございまして、今回は一応この山形駅までやってきて、いろいろ見て回ったという動画でございました。これからですね、もうこの山形駅を離れて、仙山線に行って仙台方面宮城県へと進んでいこうと思います。初めてになりますので、ね、仙山線もちょっと楽しみでございますけれども、それで宮城県は仙台方面に向かいたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。